ペッコスはアメリカ海軍の給油艦。ペッコスは1920年6月2日に第18年料船としてボストン海軍交渉に適行。直後の7月17日に AO マイナス6として分類された。1921年4月23日にアンナ・エス・ハバード夫人の手によって浸水し、同年8月25日に収益した。ペッコスは 第二次世界大戦が勃発するまでの約20年間、太平洋と大西洋において燃料と必要とするところに姿を見せて燃料を補給し続けた。日本の真珠湾攻撃による太平洋戦争開戦時、ペコスはフィリピンでアジア艦隊の艦艇の支援に当たっていた。1941年12月8日、ペコスはカビテ海軍交渉を離れてボルネオ島へ向かい、 14日にバリクパパンに着いた。ペコスは同地で燃料を積んでセレベス島のマカッサルへ向かい、そこでアメリカ海軍艦艇へ燃料補給を行った。ペコスは12月22日にマカッサルを離れてオーストラリアのダーウィンへ向かった。1942年になるとペコスはジャワ島のスラバヤへと向かった。そこで連合国軍艦艇への燃料補給を 行っていたが、日本軍機による空襲で基地が維持不可能となったため2月3日にスラバヤを離れた。ペコスはチラチャップに移り、搭載した燃料がなくなるまでそこにいた。2月27日、ペコスは燃料搭載のためインドへ向かうことになった。2月22日にペコスはチラチャップから正論島へ向けて出港した。同日午後、ペコスは2月27日に、 高尾航空隊の攻撃により撃沈された水上規模艦ラングレーの乗員を駆逐艦ホイップル及びエドサルから移乗させるためクリスマス島へ向かうよう命じられた2月28日、ペコスはクリスマス島到着3月1日、洋上でホイップル及びエドサルと会合しラングレーの生存者の移乗が行われたその後ペコスはオーストラリアのフリーマントルへ向かった その頃、ナグモ忠ず中条率いる機動部隊は、ライン作戦での連合軍に対する最後の締め上げを行うため、2月25日にセレウェストスターリングワンを出撃。3月1日、偵察帰りの97式艦航がクリスマス島南方でフリーマントルに向かう、途中のペコスを発見。12時55分、空母カガが99式艦爆休憩からなる。 攻撃隊を発進させ、ついで総流も13時9分に99式艦爆9機から、なる攻撃隊を発進させてペコスに向かわせた。加賀攻撃隊は13時21分にペコスを発見して攻撃態勢に入り、ペコスに直撃弾1発と試金弾8発を与えたと、するが、ペコスは対空火器で汚染して4機が被弾した。加賀攻撃隊は十四時十九分に、 加ガ,ガに帰投してきた。総流攻撃隊は、加ガ攻撃隊がペコスを攻撃中の13時30分に、現場に到着。加ガ攻撃隊が引き上げていった後に攻撃を開始し、命中弾3発と試金弾1発を与えたとするが、依然対空砲火は凄まじく5機が被弾した。しかし、ペコスは度重なる被弾で左25度傾き、やがて監視を先にして、 南易14度27分統計106度11分、南位14.450度統計106.183度、マイナス14.450106.183の地点にて15時48分に沈没した。総流攻撃隊は15時1分に総流に帰島し、ペッコス沈没の瞬間は見ていない。一方的な戦いではあったが、戦死したローレンス J マックピーク中尉の働きが、 評価され、マックピーク注意は戦死後の昇進で大意に昇進し、シルバスター及び海軍十字章が授けられた。生還した上院の証言では、マックピーク注意は、総員隊官が艦長から礼された後、海中に飛び込んだペコス上院に対する99式艦爆を50、後継機銃で操作し、少なくとも1機は撃墜したとみられた。 マックピーク中尉はペコスが沈むまで機銃座に踏ん張っているのを見たと生還したペコスの乗員は話した。マックピーク中尉は行方不明となって遺体も見つからず戦争終了後に戦死と認定された。マックピーク中尉の名前はニューハンプシャー州にある橋の名前に付けられアナポリスの校舎にある額に名前が記された。ところで 生還したペコスの上院は、マックピーク中尉の行為はペコスを救うための英雄的行為であっても、対空砲火を打って99式艦爆と対決した上院は、複数いて、決して単独行為ではなかったという見解から、海軍十字章はペコスと運命を共にした艦長に与えられるべきだと考えていた。ペコスの生存者232名は、前戻ってきた。 ホイップルによって多くは救助されたが、2隻の日本の潜水艦が近くにいると判断されたため、救助作業は中途で打ち切られた。ありがとうございます。